クラブ活動を通して中学校生活の様子を紹介するコーナー、僕の私の学校自慢放課後編。今回は私立鋸南中学校のバドミントン部とバスケットボール部を紹介します。鋸南中学校は昭和22年に創立、現在全校生徒522名が通っています。学校教育目標を自ら学び、心豊かにたくましく仲間と共に高まる生徒の育成と掲げています。生徒たちは勉強はもちろん、部活動でも積極的に活動していて、多くの部活動で素晴らしい成果を上げています。また生徒会が中心となって、毎年11月には地域清掃活動を校区内の小学校とともに行い、募金活動にも取り組んでいます。このほか阿漕浦海岸の清掃など、さまざまなボランティア活動に力を入れています。今回の学校自慢放課後編で最初に紹介する部活はバドミントン部です。こんにちは、鋸南中学校バドミントン部顧問の前田慎と言います。バドミントンは100グラムに満たないラケットで、5グラム前後の16枚の羽でできたシャトルを打ち合う競技です。シャトルの最速は400キロを超えると言われています。とても大きなスピードの変化に対応しなければなりません。そして瞬時に判断し、シャトルを思い通りにコントロールするというとても難しい競技です。しかしその難しさこそがバドミントンの魅力でもあります。波動無限、この言葉は造語ですが、バドミントンという競技を通して技術を高めることはもちろんですが、より多くの力を身につけるという思いが込められた言葉です。部活で得た力を学級や学習に生かしていくことが最大の目標です。鋸南中学校バドミントン部の顧問になり5年になります。今年東海大会出場という結果を残してくれ、その技術力の向上の嬉しさもありますが、それ以上に先輩たちが少しずつ積み上げてきてくれたものが、鋸南中学校バドミントン部の伝統という形になりつつあることに、より大きな喜びを感じています。挨拶を通し感謝の心、準備や片付けを通し仲間を大切にする心、練習を通し辛さに負けない強い心、試合を通し考え判断する力、そして部活を最後までやり遂げた達成感、バドミントンという難しい競技だからこそ得るものもたくさんあるはずです。子どもたちは一人一人が無限の可能性を秘めた種を持っています。そんな子どもたちにとっての土であり、水であり、肥料であり、日差しでありたいと思います。真夏の太陽かもしれませんが。こんにちは、僕は鋸南中学校男子バドミントン部キャプテンの小原翔馬です。鋸南中学校バドミントン部は2年生21人、1年生14人の合計35人で活動しています。鋸南中学校バドミントン部の特徴は、他の学校に比べて筋トレや走り込みなどは少なく、シャトルを打つより実践に近い練習を多くしています。3年生が抜けてから女子は市でシングルス1位、ダブルス3位といい成績を残せていますが、男子の方はまだいい成績を残せていないので、もっと集中して練習に励んでいきたいと思います。
今は練習中の声出しがみんな全然出ていないので、みんなが全力で声を出し、京南中学校バドミントン部を盛り上げていきたいと思います。こんにちは、バドミントン部女子キャプテンの山田佳林です。新 1,2 年生のチームになり、初めは戸惑いばかりでしたが、私たちの特徴である仲の良さを生かし、少しずつ自信の持てるチームになってきました。今では部活での声出しなど基礎からやり直し、どんなに厳しくてもみんなが励まし合って頑張れるような部活の雰囲気になりました。京南中学校バドミントン部の目標は、団体でも個人でもいろいろな試合で優勝できるくらい強くなり、楽しい部活だと思えるようにしていくことです。続いて紹介する部活はバスケットボール部です。こんにちは、京南中学校バスケットボール部顧問の瀬川です。京南中学校バスケットボール部は男子25人、女子9人の合計34人で活動しています。バスケットボールは週間のスポーツとも言われ、日々の様子やその選手の人となりが試合でとてもよく現れるスポーツです。特に苦しい場面や競った場面ではそれがよく現れ、勝敗を左右しますので、練習での取り組みはもちろん、コートの外や学校生活での言動もチームとしては大切にしています。またバスケットボールはそれほど大きくないコートで10人が攻守を繰り広げる楽しいですがスピード感のある難しいスポーツです。瞬時に自分たちで判断してプレーすることが必要となりますので、練習でもなぜうまくいかなかったのか、今は何をするべきかなど、日頃から自分たちで考えることも大事にしています。ハードなスポーツですが、自分たちにできることを徹底し、苦しさを乗り越えて勝った時の喜びはその分はとても大きいです。自分自身と向き合い、大きな壁を乗り越えようとする姿勢をバスケットボールを通して身につけてほしいと考えています。先輩がおらず今の2年生だけで活動していました。ですが今年は1年生がたくさん入ってくれたおかげで人数も増え、1年生にも小学校からバスケットボールをしていた人が多いので、みんなで切磋琢磨しながら毎日練習をしています。今年のチームの目標は地区でベスト4に入ることです。2年生は経験者が少なく、昨年は先輩もいなかったのでなかなか勝つことはできませんでしたが、最近はだんだんと試合でも勝てるようになり、それに伴って練習でも気をつけることが増えてきました。一番気をつけているのは声を出すということと、一生懸命に練習に取り組むということです。普段の練習から声を出して一生懸命に練習に取り組むことで、試合でも練習と同じように動けたり、練習でしたことが発揮できたりします。なので練習では基礎的な練習や走ったりきつい練習もありますが、試合で勝つためにみんなで声を出して精一杯頑張っています。まだまだ力は足りませんが、目標に向かってこれからも頑張っていきたいと思います。バスケットボール部キャプテンの砂原です。女子バスケットボール部は2年生6人、1年生3人で活動しています。今年は人数も少なく、できるメニューも限られています。しかしみんなで声を掛け合い、自分たちの目標である地区優勝、県大会出場に向かって、一人一人が一つ一つのプレーを完璧にできるように日々頑張っています。そのおかげで先日あった公式戦では優勝は逃しましたが、初めての賞状をもらうことができました。
今度の大会では優勝ができるように今よりシュート力や判断力などを高めてチーム一丸となって点を取りに行きディフェンスのできるチームになれるように練習を頑張っています。普段の練習は体育館が使える日が限られているので体育館で練習ができない日は外で走ったり雨の日は階段を使って練習をしています。とてもきつく嫌になる時もありますが仲間と共に乗り切った時はとても達成感があります。辛い練習も仲間と共に頑張ることでもう一度頑張ろうと思うことができます。まだまだ足りないこともたくさんありますが目標達成のためにも自分たちが悔いの残らないようにするためにも一日一日の練習を大切にして頑張っていきたいと思っています。